えー、プーさんこんにちはまあこんばんはですけど報告になりますと、うん、毎日報告するなお前おーうるせえなー監督か俺はえっ、ー、とあれから断固として母は動かなかったので私が役所に「んあれから?」 断固として母は動かなかったので私が役所に通報という形で電話しました事前に母とは文面で大喧嘩になりましたが役所に連絡する旨や連絡してからまた母へ報告する旨を LINE しましたなんで喧嘩になるどうしてうんプーさんにお話を聞いてもらってからもううじうじして怪文書を送りつけてしまいましたその説はすみません、うん、今もだけど しかし人命が関わる、えー、大切なことを伝えることができましたバカかなどお叱りを受けたことも感謝でしかありません、うん、言ったっけ俺それ <laughs> 怒ってくれてありがとうございます、えー、30にもなってこんな一般的な当たり前なことを何をうじうじしていたんだろうと思いますあ30歳なんですね、はあ、一度母からおそらくはお叱りだろう通話がありかけ直したが出ませんでしたこれから私は何を も関与することができないのかもしれませんがそれもうちうちのことですと何より役所が危険な場所があると認知してくれたことが良かったなと思いますと、えー、本当に何度もありがとうございましたそしてすみませんでしたとで、えー、ポコポコ何度も申し訳ありません、うん、も,うもう1つ来てるんですよもう1つ来てましてポ、えー、ポコポコ何度も申し訳ありません頭にきた母親が私のことを弁護士にチクった結果 頑張ってねと吐き捨てられ、そこでやばいかもしれない、騙された、やる気ないじゃん、この弁護士、と気づいたそうです。泣きながらごめんごめんと連絡があり、私は今から実家に帰り、えー、明日、当該市役所警察に一緒に行くことになりました。よかったよ。よかったよ。 結果的に、今からなので配信の時間では車の中で見ることができませんと、アーカイブでツイキャスト YouTube を見ますすみません。いいえ、それもこれもプーさんが相談に乗っていただき、何うじうじしてる私が動くんだぞと気付かしてくれたおかげですと、母親にも泣くなやるぞと言えました。えー、さっきの出来事なので人間不信が加速中ですが、私がついてできる。 精一杯のこことととをやっていこうと思いいうう思まますすありがとうございます改めて市役所と警察に行きましたら、またその後どうするかをお聞きすると思います。その、あ、ここ数日長きにわたり聞いてくださりありがとうございます。ではまたということで。うんでも結果的によかったんやんけ。うん。まあだから、あのー、やっぱり想像通りでしたね。だからやっぱこの弁護士は、なんかどうしようもないって感じ。そう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 。っていうね。あのー、どうしようもなさそうな感じの弁護士だったから。うん。だからまあまあ、あのー、結果的に、 結果的に良かったじゃんっていう。うん。ね結果的にね。うん。っていうことで。ええー。だからまあまあ、えっ、ー、と、そうっすね。これ結構動かないと、本当にマジで、あのー、だからこれもうアーカイブ、ワンチャン、あのー、母ちゃんに聞かしていいっすよ。本当に。うん。あのー、俺のアーカイブユ、YouTube とかツイキャスのアーカイブ、母ちゃんと一緒に自分の、あのー、相談の部分のところの、 あのー、自分がした相談のところを全部あのー、母ちゃんと一緒に聞いた方がいいですよ、あのー、マジであのー、熱海みたいなことになるっすよ、マジで、うん、あのー、もしそれで土砂崩れなんか起こったら、その後に、いや、私はあのー、ここの伐採も伐行もしてません、あの隣の土地の人がやりましたって言ったところで、管理責任不行気届になるだけなんで。はい 管理責任が不行き届きで、えー、と結局ど、誰にそれがねあのあなたがやってなくても、その土地を持ってる所有者の管理の問題になってくるんで、そうすると、結局、土砂崩れが起きて、その周りの家の被害があって、そしたら家潰れたなんていう話になったら、そしたら何千万っていう単位っすよ、でそれが1件だったらまだいいっすけど、2件、3件、4件、5件、それが持つっていう話になったら、マジで人生終わるっすその時点で。 はい、っていうね、あのー、これ、そんな軽く考えていい話じゃないと思うんで、僕は。はい、なのであの、早めに対応しないとガチやばいです、はい。それはガチでやばいです。で、しかも、これが早めに今のうちに対応しておかないと、何が起きるかっていうと、梅雨の時期になったら、多分ほぼほぼ間違いなく崩れるですよ、はい。そこまでに何か動きをしとかないと、ガチやばいですよ。だから、残されたタイムリミット、数ヶ月ですよ。本当に っていうことです。なので、えっ、ー、と、早めに動いた方がいいと思います。でも、最悪、最悪、これ、あのー、生前贈与っていう可能性も全然あります。 だからそこも視野に入れた方がいいです。だからお母さんがどうしても動かないのであれば、これはお母さんと聞いてほしいですけど、これも。お母さんと動かないんであれば、あの、変な話、あなたが生前贈与して、あなたの所,所有っていう、あなたの名義に変更してしまって、あなたがそこから動く、あなた単体で動けるようにしちゃうっていう方が、話は早そうっちゃ早そうなんで、うん。んで、生前贈与で、えっ、ー、と、三輪だったら生前贈与して、あの、したところで、あのー、相続税なんて二足三門なんで、 だから、その、その山だけ、山林だけ、先に生前増与しちゃって、で、あなたの、あの、一存で全部動けるようにしちゃうっていうのも一つ手ですけどね。俺だったらもうそうしちゃう。めんどくせえから。そう。そうすりゃもう、あの、生前増与しちゃって自分の責任で全部やるって話になっちまえば、そうすりゃ、もう、あの、わざわざいちいち、あのー、 母ちゃんに話し通して、なんじゃかんじゃって、でも母ちゃんも母ちゃんで、年も年だろうから、多分。ねだから母ちゃんに一個話し通して、で、母ちゃんの、あれをね、あのお伺い立てて、なんじゃかんじゃってやるぐらいだったら、そう。だったらもう、花からもう、あなたが、や、あのー、生前贈与しちゃって、で、やっちゃった方が話は早いような気がするんですけどね。だからもう一個は手続き関係とかも結構めんどくさそうだしね。 あの、二度手前になりそうだしね。だから、俺、生前贈与が一番楽なんじゃないかなっていう。あの、お互いにね。そう。お互いに。そう。母ちゃんに対しても、あのー、あなたに対しても、お互いになんか生前贈与しちゃって、あなたのも名義にしちゃった方が話は早い気がするんですけどね。うん。<laughs> っていうことでございました。はい。以上です。